それではまず初めにですね、TAD の D1000M2、これにですね、M2500M2 を直結して、スピーカーは PMC の2026、これで5曲をですね、聞いた後にこのセットに TAD の C2000 を追加して、そして TAD の C2000 をフェーズメーションの CA1000 に入れ替えて、5曲連続で聞いていって、プリアンプによってですね、音がどのように変わっていくかというのを確かめてみようと思います。Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa?Strangeness in her smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart?Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold?Lonely, lovely work of art.
Thank you.
それではプリアンプにですね、TAD の C2000 これを追加して、同じ曲を聴いてみようと思います。Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you?Strangeness in her smile.
smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold, a lonely, lovely work of art?
ではね、プリアンプをですね、CA 線に変えてみようと思います。My love.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you?Strangeness in her smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold?Lonely, lonely work of art.
プリアンプをね、フェーズ名称の CA 線に入れ替えて聞いてみました。まずですね、直結の時とですね、プリアンプ C2000 を使った時なんですけどね、ヘイリー・ウェンステンラー、やはり声がこう伸びやかになって音の広がりがね、出た感じがします。あとバックのねハープの音はねまだちょっと硬くて、プリを入れたけどこんなもんかなっていう感じがちょっとしましたね。モナリザですけども、これはもう改善が大きくて、ギターのですね、イントロの部分の低音の厚みとか豊かさ、こういう部分は全然変わりましたし、モナリザを歌ってるですね、グレス・マヤさんの声にも厚みが出て、あとこのギターとボーカルのですね、伴奏の絡みの間、この一旦音が止めて消えていく、その間を取ってるっていうその間がですね、直結の場合あまり感じられなかったんですけど、C2000 を使うことによってその演奏の間というものがですね、
きっちり伝わってきたように思います。ヒラリハーのバッハのソロでは、やはりあのバイオリンの音がですね、ギターと同じように太くなって、あとあの強弱がよりはっきりしたように思います。あとこうバイオリンがあの少し速くなったりゆっくりしたり、そういうあの速度リズム、そういうものがあの揺れがですね、あの均一にこう演奏されてるんではなくて、やっぱり緩急があるっていうのも伝わってくるようになりましたし、あの音場もね、あのすごくあの大きく広がるようになったように思います。楽器のね、色彩感、こういったものもあの鮮やかになったように思います。ただあのやはりあの TAD の C2000 が純正機ということで、あの直結している時とプリアンプを入れた時ね、その時のですね、音の違いっていうのはですね、あの音色の違いとか雰囲気の違い、そういったバランスが変わるということは一切なかったように思います。シェーラザールとはですね、あのイントロの部分のバイオリンとハープのですね、分離が向上しましたし、やっぱりジャック音部の表情がね、あのより豊かに細かいところの強弱があのしっかり出てきたように思います。あとバイオリンとビオラの音の違いとか、まあ、あの各楽器の音の個性、そういったものもはっきり出てきたように思います。まあ、雰囲気が濃くなって、グッと濃くなって、ホールで生で聴いている感じにかなり近づいてきたかなっていう感じにしました。マイケル・ジャクソンさんのスマイルですけど、これはあのイントロのところ の, あの音の数、楽器の音の数が増えて複雑さが増して、あと空間の広がりですよね。割とこうあの平面的に聞こえた直結に対して C2000 を使うことによって、こう立体感がすごく創出されるっていうことがあの分かりました。あと低音もやはりすごく出ますし、あのマイケル・ジャクソンの声も柔らかくて滑らかで、肉声に近い声に感じられるようになりました。総じて、D1000 と M2500 を直結にしている場合は、マイクが捉えた音を増幅して聞いているという感じがしたんですけど、これを C2000 を追加することによって、まあ、その、 あのライブ感というかね、あのマイクではなくてその場の音をこう聞いているというイメージに変わってきたんじゃないかなと思います。そしてプリアンプを C1000 に変えてみますとですね、やはりあのヘイリー・ウェステンダーの声の透明感とか伸びやかさ、これはもう全然違いますね。 C2000 を使っているよ時よりもさらに 1.5 倍とか2倍ぐらい音が広がりますし、あのバックのハープの音が直結だと非常に硬い感じだったのが、やはりそれハープらしい柔らかい音になってくるとか、あの、まあ、かなりホールで聞いている生の音に近づいてきたように思います。それでもまだ完全だというところまではちょっと至らなかったように思いますね。モナリザですけども、これはギタリストがあの弦を弾く強さを変えている感じとか、その弾いてる指の角度を変えてるとか、弾き方を変えてるとか、そういうことがすごくあの伝わってくるようになったように思います。響きのね、透明感が増えて、音場はやはりさらに広くなって、響きも長くなって、先ほど C2000 使うことによって創出されてきた演奏の間合いというものがさらに完全に再現されるようになったように思います。もうかなりあの生で聴いてる感じに近くなったと思います。ヒラリー・ハーンの音はですね、 C2000 を使っているとバイオリンの最高音部がちょっとくすんでいるような感じがしたんですけど、それがなくなってバイオリンの音が非常に生き生きと小息まで伸びやかに聞こえるようになったように思います。あとあのコマですね、弦をこう持ち上げているコマのカタカタっていう音と、そのバイオリンの音の分離感、これもすごく自然になったように思いますね。で、直結ではやはりほとんど感じられなかったホールの響き、ホールトーンというものもきちんと聞こえてきて、あのヒラリハンがですね、ホールの大体どんな位置でどんな方向で演奏しているのか、あるいは体をこう揺すった時に、その揺することによってあの音が変わるというような部分もあの伝わってきたように思います。シェーラザードはやはりこれはもうあの音の広がりが圧倒的に大きくなって、直結を位置とした時にC2000 を入れるとそれがやはり2倍ぐらいになったんですけど、CA1000 に変わるとそれがさらに2倍、直結の時の4倍、まあ、あの倍率っていうのはまあいいかげなもんですけども、ぐらいあの音が大きく広がるようになったように思います。あと、コンサートマスター、バイオリンの主旋律を弾いてる人の、息ブレスを感じますね。あのブレスが聞こえるんではないんですけど、こう息をして吐いて止めて弾いてっていう、あのその演奏者が息を吐いたり吸ったりしているような感じも伝わってきたように思いますね。
で演奏の間合い、これはもう完全に再現されて音が消え、そこからまた新しい音が出て、消えゆく音の中に新しい音を入ってっていう、あのこの音の重なりの部分、これが非常に美しく出てきたように思います。もうほとんどこれはもうホールで生に聴いてるのに、もうニアイコールの音になったと思いますね。あとはあの直結の時に比べると音に勢いがあると思います。バイオリン、あるいはあの弦楽器の低音のうねりの大きさ、そういう部分のエネルギー感、これもかなり改善したように思います。スマイルはあの C2000 で増えた音の数がさらに大きくなって、もう本当に数多くの音にですねが、あの部屋中に満たされて、そのすごい密度の高い音の中に自分が包まれているという、そういう感覚になってきました。低音もやはりすごく豊かですし、深みもありますし、マイケルの声は本当に透明感があって、伴奏とは全く違うものとしてスッとこう分離して抜けてきますし、全くなんか違う CD を聴いているような感じになったように思います。C2000 をね、プリアンプとして使った時は、まあ、あの直結している時にちょっと足りなかったエネルギー感とか、まあ、そういうものがですね、創出されたという感じがしたんですけど、この CA 線、まあ、特にあの真空管プリアンプはね、何かついたっていう感じがするんですね。 EAR の91にもそうなんですけど、そのついたものが決して不愉快なものではないんですけど、やっぱりあの元々よりも響きが過剰になるとか、元々よりも表現が、よりあの抑揚が大きくなるというようなことが起こります。それは決して不自然ではないですし、どちらかというとあの楽しいことだと僕は思うんですね。でもこの CA 線っていうのは、そういうふうなあの何かが足されるとか、何かが持ち上げられるっていう音の変化ではなくて、まあ、直結していた時に失われていたものが完全に失われなくなった結果、元そこにあった音が見えてきたっていう音の変化を感じましたね。この点があの海外のこう何か足してくるプリアンプと、この日本製の何も足さない何も引かないっていう CA 線の音作りの違いかなというふうに感じました。ではこの後はですね、スピーカーを B&W の802ダイヤモンド3、あるいはフォーカルのソプラナンバー2、こちらに変えてですね、まだ楽曲もちょっと違うものに変えて、5曲をですね、この直結した場合と CA 線を使った場合で、どのように音が変わるかっていうのを比較していきます。